もう真実が仏様が法華経が最大事であって、なおかつその法華経にちゃんとその門の底に沈められている末法に広まるべき法華経というものがちゃんと人力本で、その結腸付属、常行菩薩という人に結腸付属されているわけですから。そして常行菩薩っていう方がこの再誕されてくるっていう、そのこともちゃんと予言された。その予言された通りのお経典通りに振る舞った人の言う、その仏教をやらない限りは、他の仏教は、と名乗るものは、全部、横島なもんだと思うんですね。いたんです。それが、末法という時代が、だいたい西暦で言うと、1052年ぐらいから始まってるんですね。そして、法華経の中に、皆さんも読んだはずでしょうけども、この500歳、ね、高専留して断絶せしむることなからしめん。有名な御門があるんです。そうすると、ある御門では、さっき言った大執教では、その、釈尊滅の2000年で、一切の釈尊の仏教が滅びちゃうって言って説いてるんですね。あるお経で。でも、法華経では、その、2000年から、自分が亡くなって2000年から2500年の間に、このたった500年間の間に、真実のこの法華経というものが現れて、そしてそれがその、必ず広まっていきますよと。で、それは、その方はどう振る舞うかっていうこともちゃんと予言されてるんですね。それが漢字本という、漢字本13の20行の下っていうところに、世界史、どう探しても世界史上、この漢字本20行の下の通り振る舞った、西暦1052年から1500年ぐらいまでの間の方っていう人がいないんです。一人しか。その方が、鎌倉時代の日蓮なんですね。日蓮って言われてる方なんです。とことは、常行菩薩、人力本のところで、常行菩薩にお釈迦様の仏教は、全部、この、丸薬として、くくられて、常行菩薩に譲り与えたって書いてあるんですね。そうでした。そうすると、この方以外の仏教をやっちゃったらもうダメなんですよ。西暦1050年以降。そうすると、